こんにちは、講師です。今回はコーヒーが健康に与える効果についてまとめてみました。皆さんはどういう目的でコーヒーを飲みますか？息抜き、眠気覚まし、二日酔い、運動前、勉強や仕事で集中したい時など、いろいろなシーンで飲まれていると思います。コーヒーの効果を知ることによって、コーヒータイムをより有意義にすることができると思います。私は普段ドリップコーヒーやラテを入れて飲むことが多いのですが、今回はオーツミルクラテを入れてみました。最近新たに購入したコーヒーマシンの紹介も兼ねて、その時の映像をご覧ください。このような家庭用でありながら本格的なコーヒーマシンがあると、早朝や深夜で喫茶店がまだ開いていなかったり、外出したくないけどクオリティの高いコーヒーが飲みたい時にはとても重宝しています。ドリップコーヒーを飲むことも多いのですが、ラテにすることによってコーヒーの集中力と記憶力を高める効果に加え、オーツミルクやアーモンドミルク、ソイミルクの様々な栄養素を摂ることができます。牛乳は私の体には合わないので避けています。コーヒーの健康効果について詳しく話していきます。コーヒーにはカフェイン、クロロゲン酸、カフェストールとカーウェオール、トリゴネンが含まれています。これらはすべて抗酸化物質で、老化の原因である活性酸素の酸化力を打ち消す作用があります。適度に摂取するとコーヒーは脳にとても良いです。カフェインの効果なのですが、短期的には気分を高揚させ、眠気を覚まし、集中力、記憶力などを高め、運動能力を高める効果があり、長期的にはアルツハイマー病やパーキンソン病、うつ病などを予防する効果もあるそうです。
ただ適度に摂取することが重要で、過度に摂取すると不安、めまい、頭痛、心臓の動悸、不眠などを引き起こす可能性があります。カフェインに敏感な人もいれば、副作用なしで1日にたくさん飲むことができる人もいますが、子供や妊婦、授乳中の方などはカフェインの摂取量を制限した方がいいと思います。健康な成人のカフェイン摂取量は1日最大 400mg までで、コーヒー 237ml を約3杯まで。カフェインの影響が大きい妊婦や授乳中、あるいは妊娠を予定している女性のカフェイン摂取量は1日最大 300mg までで、コーヒー 237ml を約2杯までというのが健康を維持するために望ましいカフェイン摂取量になっています。カフェインは体内から抜けるのに4から6時間かかると言われています。なので就寝する6時間前からはコーヒーを飲まない方が良さそうですね。その他の注意点なのですが、缶コーヒーなどに含まれる人工甘味料や大量の砂糖なども避けた方がいいと思います。喉や皮膚が乾燥している人やしやすい人もコーヒーは避けた方がいいかもしれないですね。カフェインコントロールというのはそのまんまなのですが、時間や体質、体調によってカフェインの量をコントロールすることで、コーヒーによる不眠を防ぎ、睡眠の質を上げる。妊娠中や授乳中でもコーヒーを飲める。吐き気や頭痛などの副作用を軽減する。夜でもコーヒーを楽しむことができる。カフェインのメリットを必要な時だけ得られる。などのメリットがあります。デカフェのコーヒーって意外と知られていなかったりするんですけれど、スタバにもあるんですよね。カフェインコントロールをすることで、例えば朝や仕事、勉強の時にカフェイン入りの普通のコーヒーを飲んで、夜寝る前はデカフェか、それに少しカフェイン入りの豆を混ぜるみたいに、カフェインの作用を使いこなすことができますよね。私の場合、普通のカフェイン入りのコーヒー、アナエロビックコーヒー、デカフェのコーヒーを1種類だったり組み合わせて飲んでいます。デカフェの豆にカフェイン入りの豆を加える場合、アナエロビックの豆の方が美味しい気がします。よかったら真似してみてください。次に、普段よく安価なコーヒーを飲んでいる人には知っておいてほしい情報があって、今から話すのですが、まずコーヒーと農薬の問題についてです。コーヒーは食品として世界で最も農薬が使用されています。食品以外の全ての農作物の場合、1位は綿花、2位がコーヒーになります。世界で流通している7割のコーヒーが農薬を使用して作られているそうです。コーヒーが生産可能な地域をコーヒーベルトというのですが、赤道を挟んで北緯25度から南緯25度までの一帯の狭い範囲で世界中のコーヒーの需要分を生産しなければならないんですよね。病原菌や害虫がコーヒー豆の収穫量を大幅に低下させてしまうのですが、それらを防ぎ生産を安定させるために農薬や化学肥料に頼らざるを得ないようになってしまっています。それからコーヒーは輸入される際に燻蒸という処理をされます。オーガニック以外のコーヒー豆の全てに施されている処理です。燻蒸は人が食べる食物ではなく、植物に対する殺虫処理なので、そのぐらいの強さの劇薬を使って害虫の駆除をしているということですね。農薬や化学肥料を使用していないオーガニックのコーヒーは健康にも環境にも優しい選択だということですね。次、コーヒーを買われる際にはそういった情報もよかったらチェックしてみてください。次にフェアトレードの問題について話します。コーヒーの生産地は主に発展途上国で、労働環境が劣悪だったり低賃金で働いている場合が多くあります。児童労働も問題となっています。コーヒーはお店で飲むと1杯500円から700円ぐらいだと思うのですが、生産者の手に渡るのはそのうちの1円から3円程度という計算があって、不平等な取引があることが指摘されています。コーヒーの木を植えるために多くの森林が違法伐採されていることと、コーヒーを生成する過程で出る大量の排水なども問題となっています。特に安価なコーヒーにはそういった実態があるかもしれないということを知っておいた方がいいんじゃないのかなと思います。今回はコーヒーについてお話ししてみたのですが、いかがでしたでしょうか。感想、意見、質問などがありましたらコメント欄にてお願いします。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。では。